近代地光介仮面舞踏会。仮面舞踏会は、横溝聖史の長編推理小説。近代地光介シリーズの一つ。本作を原作として、現在までにテレビドラマ2作品が制作されている。近代地光介が、軽井沢で真珠を試みた男女を発見し、片方の田代新吉を救った1959年月16日のこと、同じ軽井沢で、 元死者区で戦前の二枚目映画スター、クエ、ショージヤス安久の死体が、軽井沢のプールで発見された。酔った上での事故として処理されたが、その前年の1958年暮れに、新劇俳優の阿久津健三が、交通事故で死んでおり、地元、軽井沢署の日々の警部補は二人と過去に結婚、離婚している、映画女優で銀幕の大スターの大鳥千代子に、疑いの目を向ける。 大鳥千代子は過去に4回の結婚、離婚歴を持っていた。彼女の最初の結婚相手である笛、正治安久とは、ミサという娘を設け、ミサは笛康二の母、厚子の下で育てられるようになったが、笛康二は王将し、終戦後復員した者の,の映画界への復帰には失敗する。笛孝治と円満に競技離婚した千代子は、その後も娘の美サのために笛孝治家に、 経済援助を行っていた。二番目の結婚相手は、阿久津健造で、同じ新劇女優の妻、藤村夏江を捨てさせて、一緒になったが、これも長続きしなかった。三番目は、洋画家の牧京も、四番目が、作曲家の津村真嗣で、いずれも長く続かず離婚に至っている。そして1960年8月14日、千代子は、アスカ元た公爵の次男で、 戦後新聞財閥を作り上げた財界の大物のアスカただと恋愛中でアスカは台風の襲来を迎えていた軽井沢の別荘に千代子も近くの高原ホテルを訪れていたところその軽井沢の一角で牧京吾が彼の別荘のアトリエで殺されているのが発見されたアスカただしひろしは千代子の夫であった男が次々に死んだ件について 金大地公介に調査を依頼していたのだが、その金大地がちょうど軽井沢に滞在していたので、牧野県についても捜査を依頼した。地元警察の日々の警部補や近藤刑事が捜査を行っている中、金大地たちが現場に駆けつけると、野は鍵のかかったアトリエの中で机の上に突っ伏して死んでいた。死因は生産狩りを服用されたものであった。 マキの死体を移動した机の上には、朱色と緑色のマッチ棒が、そのままの形であったり折られたりして、意味ありげに並べられていた。死体の尻には、ガの臨粉ンンが付着していた。捜査の結果、マキは、津村真治の音楽会の切符をミサに渡すために、全員や切符を取りに別荘に使いをやっていたこと、その津村が失踪していることが分かった。 アトリエ脇に止まっていた車のトランクに潰れたがが発見され、さらに、むらのバンガローからも帯だしいがと3本のマッチ棒が発見されたことから、マキはむら宅で殺された後、トランクに入れられてアトリエまで運ばれたものと思われた。事件後には黒ずくめの殺し屋スタイルの男が目撃されていた。殺し屋スタイルはむら愛用のファッションであった。さらに、 バンガローの窓の外には、津村の元弟子であり、昨年真珠未遂した田代新吉のスカーフがぶら下がっていた。そして、狩沢には他にも、美里、祖母、厚子、正し広子の娘婿夫妻など、正し広子の関係者たち、津村の弟子の立花刺激、さらには、阿久津の繊細の藤村夏江など多くの関係者が集っており、犯人探しは、混迷を極める。 本作は1962年7月号から雑誌、宝石で連載されるが、1963年2月号で横溝正史の風のため中断。その後、1974年に完成する。門川文庫版の冒頭には江戸川乱歩に捧ぐという一文がある。本作の連載を開始した1962年は、作者が官暦の年で乱歩は作者に、 横溝は偉いもんだ。官暦の年になって、まだ書いてると言ってくれたのに、それを中絶したんじゃ乱歩にすまんと思ったと作者は述べている。本作の時代は昭和35年に設定されており、近代地光介が活躍する長編としては、比較的に新しい時代となる。軽井沢の別荘地を舞台に、旧家族、芸能人、音楽家、学者らを登場人物として、 横溝長編としては怪奇色を極力抑えた作品である。警察側に屈折した若手エリートを廃したり、新規軸も多い。しかしながら、他の代表作である犬神家の一族や獄門島などと同じく、第二次世界大戦や血縁というものが重要な要素となっている。作者は本作を次戦ベスト10の7位に挙げており、その理由として、刑事する西田政治が、 お前の作品の中でも上位にランクされるべきものと折り紙をつけてくれたからと説明している。横溝静止シリーズ2仮面舞踏会は TBS 系列で1978年6月3日から6月24日まで毎週土曜日22時から22時55分に放送された。全4回。5社協定の廃止から10年近く経過したこの時期の テレビドラマとしては珍しく、東方所属、または元所属の俳優を5人も出演させている。監督の長野拓も東方出身である。広志の自体を広志に変えている。名探偵、金大一光介、仮面舞踏会は、テレビ朝日系列の2時間ドラマ、土曜ワイド劇場で1986年10月4日に放送された。ありがとうございます。